持続可能な開発目標、すなわち SDGs は先進国、途上国すべてが責任を持つ重要な取り組みです。日本は人間の安全保障の考え方に対し、誰一人置き去りにすることなく、一人一人が持てる能力を発揮できる社会の実現に向けてリーダーシップを発揮してまいります。7月の国連での報告や9月の国連総会も見据え、私から次の3点について改めて指示します。第1に、働き方改革の推進です。安倍政権は日本流のインクルーシブな社会である1億総活躍社会を目指していきます。その最大のチャレンジが働き方改革、長時間労働の是正や同一労働同一賃金の実践など SDGs の考え方にかなう改革を着実に進めていきます。第2に、地方での SDGs の推進です。これはまさに地方創生の実践にも資するものです。関係閣僚が連携して SDGs 達成に向けた地方の取り組みを促進する施策を検討実施していくようお願いします。第3に、民間セクターにおける取り組みの推進です。 SDGs の達成には民間の知見や技術、資金の活用が不可欠です。同時に企業にとっても大きなチャレンジとなります。ビジネスチャンスとなります。今回推進本部として企業や団体等の先駆的な取り組みを表彰するジャパン SDGs アワードの創設を決定しました。民間セクターにおける SDGs の取り組みを一層奨励するとともに、優れた取り組みを積極的に発掘していきたいと思います。本年の骨太方針においても SDGs 実施のさらなる推進が盛り込まれる見通しです。これを受けて関係閣僚におかれては SDGs の取り組みを加速化していくようお願いします。こうした我が国の取り組みを国際的にも7月の国連での報告や9月の国連総会等の場で力強くアピールしたいと思います。